新年早々お知らせがございます。はい、そのお知らせというのは、今キラキラした今言いましたが、キラキラしたものにそのお知らせが書いてある。はい、引いてもらいましょう、早速ね。誰が引く？大将くん、じゃんけんぽい。大将くん、じゃんけんぽい。はい、じゃあ引いてください。行きます。ごめんなさい。怖いよ。せーの、ステップ。3人だったから、プロフェッショナルですね。自分で言っちゃった自分で言っちゃった。あとは数字入れちゃう？てか記号とか入れちゃう？記号入ってると思う？あ、でも数字あるかもよね。数字だって地下鉄も雨守りもないから。なんだっけ？出ちゃう？じゃあ発表しましょうか。発表は、じゃあ同じようにこう後ろの赤いやつの白い、白赤いところに白いのがついてますね。その白い方を引っ張ってください。見え見え。白い、こっちこっち。これ、そう、それをね、引っ張ってくれると。盛大じゃん、すごい。はい、じゃあ発表します。それでは、ゆっくり引いてください。ゆっくりです。ゆっくりです。せーの。こう見ないね。見てないよ、おいよ。音。台風みたいな。はい。おー、なに？3人の名前はシーズニングスと言います。かわいい、かわいい。シーズニングスのあれじゃあ材料の調味料、頭と後ろの S が大文字、後が大文字です。はい、由来を説明します。はい、シーズン、季節を表すシーズン、皆さんが、はい、シーズンには季節という意味の他に、はい、何々に味をつけるという意味がありますね。はい、でシーズニングで皆さんご存知の調味料、味をつけるもの、調味料という意味になります。皆さんの、まあ、得意なスキルとか皆さんの個性によってパフォーマンスに美味しい味をつけてほしい、グループに鮮やかな彩りを加えてほしいという願いを込めてつけました。これからなんとしてはシーズニングスであります。はい、改めて自分たちのユニット名が決まった感想は？なんかまだ実感ないというか、でもこれからビヨンズシーズニングスのなんちゃらですって名乗る日が違うのかって思ったらすごい。書き文字も書いちゃうよ。ねえ、嬉しいです。どう？なんか名前が欲しい。曲をいただいたりとか、ユニダネームをいただいたりとか、あとなんかこう MC でのなんか感じとか見て、なんかこう本当に美味しいって思ってた時もあったんですけど、でもやっぱりなんかそれこそインタビューとかでみんなのお名前とかを出す時にちょっと寂しいなって思ったりとか、なんかね、こう私たち3人は3人だから、なんか3人は3人でまとまって曲をやって、こう3人なのになって、なんかこうバラバラなのかなって、すごいちょっと切ない気持ちもあったんですけど、なんか嬉しいなって思いますなんか一つのユニットっていうか、私たち3人で一つこう何かをやっていくことを、なんだろう、認めてもらえたじゃないですけど、なんか胸を張ってできそうだなって思って嬉しいです。
じゃあ、じゃあ、なんだろう、まあ、なんかこう名前がないはないで美味しかったけどまあね、シーズニングとしてねよりビヨンズの中で、うん、まああの調味料じゃないけど、うん、美味しく、うん、美味しい存在になれたらいいなってうまいこと言う思ってでも確かにその今まで2年間ぐらい、うん、あの生活ビヨンズとして生活活動してて、ね、結構ねやっぱりその3人とか、うん、なんか、ね、そういう呼び方をされることが多かったから、うん、まあなんかこれかね、ね、シーズニングスとかうもうちょっと縮めた名前になるのかな。確かに確かにね。だって近めなんだろう、近めシーズン近めシーズンの順番で並んでるのあいつそういう感じでなんか皆さんにこう愛してもらえたらなって思います。はい、早速今度3月のシングルにはちゃんとこの名前が、うん、うわー、そうかそうで、そうなるとシーズニングスのリーダーというのが必要になりますので、ここで、任命したいと思います。はい、先に拍手する人2人はい、シーズニングスのリーダーは平井さんです。はい、じゃあ決意を。はい、そうですね、おお今あ、はい、そうですね、リーダーって何したらいいのか正直あの、なんだろうな、そのリーダーっていう名前のもとに、ね、なんかこうやって、まあ、この一つのユニットあの、なんだろうな、を何まとめたことをがないので、なんか普通にない、え、違う違う違う、あのその役職を持って、そうそう、役職を持ってっていうことはなかったですし、今までなんかこう3人それぞれの自主性とかそういうもので成り立ってきた部分もあるので、あのまあね、私がリーダーということになっても、まあそのやっぱり3人ともあの結構年齢が18、19とかで入ってきたからこそ その考え方とかもあるので、今後もそれは大事にして、なおかつ私はしっかりリーダーとしてまとめられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、シングルも出ますし、さらに気をつけて、グループ3つが4つですので、さらに、気をつけて、活動していっていただきたいと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。 Hehehe